はね、今日最後なんですね、実はね。では、はい、じゃあこちらがバンドカラーティアードシャツワンピースです。品番が E の2913です。はい、お色がまずグーちゃんが着ているこちらレンガ、はい、はい、そして手に持っているこちらオフホワイト、はい、そしてベージュ、はい、フィーちゃんが着ているこちらブラックの4色展開になっております。はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、3280円、イエーイ。はい、でこちらも、うん、発売が9月5日日曜日朝10時からになってまして、はい、9月6日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではポイントお願いします。はい、これはですね、うん、ティアードのワンピースってすごい今年もすごい流行ってて、うんうん、トレンドなので1枚持ってると本当に着回しもしやすくて、はい、高身長さんやったりすると中にデニムとか履いてもらってもすごい可愛いコーディネートできるんじゃないかなと思うアイテムです。はい、でまずティアードなのでね、これはね段階が2段階のティアードになっております。ウエスト位置は私にぴったりぐらいのウエスト位置なので、うん、あの上がりすぎている、ティアードワンピが苦手な方はこれは本当に使い、うんうん、挑戦しやすいティアードのワンピースなんじゃないかなと思うのと、うん、はい、あとここにねティアードあのギャザーがねここと下にも入っているので本当にフェミニンにも着ていただけますし、うん、この生地感がちょっと光沢感がある感じがあって、はい、ま、触り心地はマットな感じなんですけど、うん、ちょっと光沢感があることで大人っぽくも着ていただけるので本当に着ていただきやすいっていうのと、この手元のボタンもすごい見てください、可愛いんですよ。そう、ちょっとね、なんていうとクリアな感じ、うん、クリアで色がチュルンってしてる、そう、チュルンってしてる感じがめちゃくちゃ可愛くて、うん、手元のギャザーもすごい可愛いので、うん、手先まですごい映えるアイテムなんじゃないかなと思います。はい、で首元ちょっとね、バンドカラーなんですけどスキッパーが入っている感じがあって、うんうんうん、デコルテがすごい綺麗に見えるので本当にクワ周りとかはね綺麗に見せていただけるんじゃないかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます、うん、あ、腰周りのギャザーにゴムとか履いてますかっていただいてるんですけど、はい、履いてないんですよ、はい、でも履いてないけど、うん、なんかなんでしょうね、全然着脱とかうーってなる感じじゃないので、うんうん、しっかり幅はあると思います。思います。はい、シワにはならないですか？シワはね、シワには比較的になりにくいとは思います、うん、なりにくいと思う、うんうん、なんか洗った後とかもそのままちょっとちゃんと、ね、確かに吸って干してたりしたら大丈夫だと思います、はい、ポケットどうですか？ポケットはね、ついてないです、うん、ついてない、うん、はい、ないのでこうちょっとポシェットとか相性いいかも、なんか確かにイメージ腰が高く見えるかもしれない、そうイメージこういう、いいですね、こんな感じとかをかわいい、うん、してもらったらいいと思います。それでポケット代わりにもなるし、うんうん、はい、じゃあ低身長さん動画、はい、はい、お見せしておきます。はい、152センチのスタンプでスニーカー履いても大丈夫です。履けてる、ちょっと足首隠れてるけどいけてますね。いけてます、いけてます、いけてます。で次ね、168センチのスタッフです。足首が見えちゃうんですけど、これからの時期は私みたいに今ブーツ合わせしてるんですけど、うん、ブーツで合わせたらね、そのあたりバランスがすごく良くなるので、うん、大丈夫ですよ、うん、はい、こんな感じでした。はい、じゃあ私服なんでベージュ持ってきます。お願いします。はい、うん、広角性とか着るとベルトマークのやつ変かな。ベルトマークね、一応でもしていただいた方がウエストは位置は高くて、あのちょっとイーちゃん帰ってきたらベルトマークに、あ、いいですか、ブラウンだ、ありがとうございます。ブラウンでベルトマーク、確かにトゥワイトさんもベルトしていただいた方が確かにあのスタイルアップはして見えるかもしれないです。うん、お、あ、スニーカー合わせも見たいでしょ、また次スニーカー合わせしてこようかなと思います、うんうんうん、はい、で、入れて、あ、間違えた、こんな感じかな、うん、うん、あ、レンガはブルーベでも大丈夫の色ですか？ブルーベでもいけると思うんですけどね、私、着た記憶があるんだけど、着てましたよね、うん、着た、なんか、うん、そんなにすごいくすむかって言われたらそうでもないし、うんうん、まあ、ただもちろんね、こうブラックとかそのオフホワイトの色に比べるとやっぱりちょっと若干ですけどくすむ気持ちはある、うん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 、はい、うん、あ、じいちゃん羽織りますか？じいちゃん、じゃあ後で羽織ろうかなと思います、う
これ得意な方ですよね。でもあのね、多分低身長だったら多分位置が下がるから、そっかそっか、グーちゃんみたいに今あのウエストマークしてるじゃないですか、うんうんうん、それをちょっと高め、気持ち高めにして調節してもらったら着れると思います、うん、はい、うん、よし、私も着たいと思います。あ、ベージュも可愛いね。可愛い。これね、いいね。うわ、迷うわ。見る迷うわ、これは。妊婦でも着れますか？妊婦さんは、ここが、これが限界です。ここがいけたら、いけます。身幅かな？身幅見てみてください。ちなみにゴムはないので、あの身幅限界が、このお腹周り。あのぐるり一周がいけそうやったら、あのぜひご購入検討してみてください。ベージュもおすすめ。ベージュ可愛いです。あ、他のニットね、ニットベストちょっと今ご用意がないんですけど、合いそう。これにもなんかワントーンコーデみたいな感じになりそうなんで可愛いと思います。うん、ね、楽ちんでね、可愛いですよ。うんうん、ベージュもナチュラルな感じで可愛いね。迷うね、こういうのはね。いつもなんかベージュか黒か白かでいつもなんか悩んでる気がする私は。これ可愛いな、色違いで欲しくなってきた。着脱はファスナーとかではないですか？そうなんですよね、これファスナーなくって、まあ、スキッパーっぽくここがね、キーネックタイプな感じになってるので、まだしっかりここも開きますし、着脱はまだしやすいとは思います。まあ身幅結構あるので大丈夫かなと思います。あ、いーちゃんでも大丈夫なベージュだね。確かにブルベ、夏さん、ベージュ苦手な方でもいけそう気がします。このベージュちょっと多分ピンク味が入ってるからかな、うん、大丈夫な気がします。昨日のライブのローファーベージュに合わせるならどの色がおすすめですか？私あのね、黒子のブラックの色かわいいなって思ってて、なんかそれに合わせたらどうですか？めっちゃ良さそう。私ベージュに黒の組み合わせがすごい好きなので。でもブラウンもかわいいよね。迷うね、これもね。ブラウン系もかわいいと思います。はい、はい、あ、かわいい。スニーカー入ってきたんですけど、ブラックのスニーカーなくて、うんうん、ちょっと同じ同系色のカラーになってしまったんですけど、でもグーちゃんっぽい、そのなんかデニム合わせの感じが、デニム合わせしてきました、うん、はい、横から見たらわかるかな、うんうん、はい、こんな感じです。でホワイトの透け感なんですけど、はい、これ裏地裏地がついてるんでまだ比較的マシなんじゃないかなと思います、うん、私今中にベージュのキャミソール着てるんですけど、はいはい、こんな感じです。そうですね、まあ、ただちょっとこうデニムのこのピタッてな時に、うん、このね、切り替えてる感じとかが若干映りそうなので、うん、なんかもし下着の色とか気をつけるか、うんうん、内コート履くか、1枚で着るようになったら、うん、そうですね、うん、していただいた方がいいですね。はい、うん、生地は張り感ありますか？張り感あります、うん、そう、あります。伸縮性はないです、ね、そうですね、うん、結構なんかパリッとした感じというか、そう、パリッとした感じね、って感じ。そう、動くと結構シャカシャカなりますかって出てるんですけど、なんか、なんかこう当たるとめっちゃ、めっちゃ、もうわざと言ったらなるやったな、多分なるんですけど、うん、普段は全然、普段はそんなに歩く程度ではそんなシャカシャカ言わない、これは言わないです、うん、大丈夫ですね。なんかいい感じにちょっと柔らかいからまだ、うん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 、まだ張り感はありつつも、はい、うんうん、あ、グーちゃん見たらホワイトめっちゃ可愛い。そうですか、可愛いよね、ホワイト。でもやっぱりここが開いてるから、うん、まだここが閉まってたら私多分苦手な方だと思う。前面に来るもんね。そう、ここが開いてるのでまだマシなんじゃないかな。うん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 、はい、このワンピに羽織何がおすすめですか？あ、ジンジャン着るって言ってましたね。そうね、私ジンジャン着ようか。いいですか？うん、なんかデニム合わせしてるから、なんかデニム好きなやつね。デニム好きな人。確かに、うん、いいですね。いい、うんうん、なんか薄めにした濃いのも可愛いかなと思ったけど、うんうん、あ、でも今の時期薄い方が可愛いかも、ね、どうですか？なんか春先もいけそう、ね、確かにいけそう、うん、こういう感じです。はい、色合いはね、バッチリ合います。バッチリ大丈夫です。はい、はい、うん、じゃあこんな感じでいけますか？うん、
あ、胸元の開き具合はウェーブでもいけますか。ウェーブでもいけると思います、うん、なんかこう来られたら結構きついけど、うんうん、ここが逆にあるから、うん、バンドカラー風だから大丈夫です。はい、はい、うん、グーちゃん黒当てるだけでいいの で、ね、お願いします。はい、私はでも結構ブラック派ね、ブラック可愛いよね、うん、ブラック私結構ね肌落ちよくなるなるなりますよね、やっぱり、うん、え、ブラック青色やろ。そうなんですかね。え、わかんない。あんま詳しくない。まあでもブラウンとかの方がね、うん、あのオータムさんはアウトはされてるけど、うん、でもうちはブラック似合ってるイメージ。ブラック結構好きです。この中やったら一番ブラックです、うんうんうん、私もブラック、ベージュの名前かな。一応私も先聞かれてたから顔写りだけ、うん、どうでしょうか。うんうんうん、抜けてますね、うん、なんか何でしょうね、光沢感で光が当たってちょっと柔らかくなるからかな。柔らかくなる感じがあります、うんうん、深すぎたらなんか似合わへんかもしれないけど、うん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 、はい、じゃあ次、ブーツでいきます。